今週の出来事的には、この番組長く聞いてたまに出てくる、大岡一門。まあ、これは、まあ、芸名っていうか、まあ、ペンネームっていうか、芸人じゃないから、芸名ではないか。高橋さんっていう。まあまあ、僕とそんなに年の差、お、性格本人あの人いくつなの？俺年下だと思うけど、まあ、おじさん。おじさんがいて、で、このおじさんは、VR のこととかめちゃめちゃ詳しいんですよ。その VR のそのアプリとかも作ってる人で、で、人のいい人で。で、またすごく社交的だから、その VR 周りの業界にいろんな知り合いの人がいて、で、そうね、一月に一回とか、二ヶ月に一回ぐらいみんなでこう集まって、今なんていうのこういうの。俺らの頃はダベってるって言い方をしたけども、別段何の目標もなく、最近こうだよねとか、VR 業界こんな感じだよねみたいな話を、こう、サロンとかいうのが今。サロンって西野くんのイメージ強すぎて、なんかね、プペルのチケットを買わないと入れない感じすごいしちゃうけど、ね。まあまあそういう会合が、ね、会合が、あって、で、スケジュールが合うと呼んでもらうんだけど。で、ついこの間もそういう、こう、チャット GPT 周りの人がいっぱい来るから、伊集院さんも興味あったら来ませんかって言われて、すごい行きたかったんだけど、行けなくて、で、そこでいっぱい面白い話が出たから、つって、じゃあ、高橋さん、その、出た話の概要を聞かせてくださいよ、って言って、高橋さんのシェアオフィスみたいなとか、そこに夜出かけて、すごいなと思ったのが、高橋さんと俺しかいないんだよ。ね、二人のおじさんしかいないんだけど、6時間普通にね、じゃあチャット GPT ってこれからどうなんすかみたいな。僕はこうなると思うんだけどね、とか、そういえば、なんていう話をずっと、こうずっとしてて。で、シェアオフィスなんだけど、日曜の夜だからガランとしてんの。したらね、高橋さんのオフィス行ったら、そのオフィスの何畳ぐらいあるかな、フットサルコートまでないか、フットサルコートまでない、フットサルコートの半分ぐらいの大きさのところに、デスクがこう6角ぐらいあって、まあそれぞれがオフィスだから、まあそれ個人事業主だったりとか会社だったりまあするんだと思うんだけど、その端っこのところにVR のゴーグルをかけて、ね、あの、ごっついゴーグルをかけて、さらに口のところにも VR のゴーグルをつけてる、ダブル VR ゴーグルの人が、こう、黙ってずっと座ってんの。で、高橋さんと、その、話し始めて、6時間中4時間後ぐらいに、急にその人がその VR のゴーグルを2つ外して、で、俺は途中の段階で、俺にしか見えてない、ホログラフの可能性あると思って。ね。そういうさ、専門の人がいるから、あ、CG の可能性もあって、本当はそこにはいないんだけれども、どっかの人が立体映像で出てるだけの可能性もあるから、一旦頭の中から消そうと思って喋ってるから、急に、あ、すいません、つってその人が、ゴーグル取ってその口取って喋り出した時に、すげえびっくりしたんだけど、あの、うるさくなかったですかって言うんだけど、俺の中では数時間だんまりの人だから、うるさいも何もと思ったら、俺が口につけてる VR ゴーグルだと思ってたやつは、最新の、普通の声で喋ってるのを全部ミュートできる機械。その、半分はアナログの、なんつうのかな、サッチモがトランペットの練習するとき、隣と、うるさいよお前はいつもプッププップク他にも、広島市民球場でやれバカ野郎って言われて、すいませんつってつけ、あの、トランペットの先につけるやつあんじゃん。あれと同じ、ねあれと同じ方式の、口の前の通りゴムで完全に密着してて、外に音が漏れないっていうやつと、その中の音を、とりあえず、マイクに乗せるみたいな組み合わせのものなんだけど、それの、ミュートっぷりがすげえ完璧で、で、その人は実は、すげえ世界だなと思ったのは、VR ゴーグルで、他のアバターの人たちと、かなり、こう、
熱い会議を、俺たちのことは完全無視、密閉型ヘッドホンもしてるから、完全に無視して、その会議をしてた人してる人だったらしくて、すげえ未来だなと思って。で、いて、あ、シェアオフィスみたいことって、結局そういう風に同時にいろんな会議が行われちゃう時とかがあったりとか、もっと言うと、こっちの人は会議をやってんだけど、こっちの人はその VTuber の中身をやってますみたいこととかが割とあるから、そういうことにこう使える機材らしいんだね。俺が思ったのは、うわ、家ででかい声でエロチャットやりたいと。その、とてもじゃないけど、音として人に聞かれちゃ困る。チコつくなかして、チコつくなかしてっていう。いいじゃん、バーチャルなんだから。バーチャルなんだから、チコつくなかしてみたいなことってほら。隣とかに聞こえると嫌じゃんか。で、そんなでかい声で言うつもりなのかよ。で、なんかその、マシーンをつけて、すげえなと思ったら、だから、その日は日曜日だから、その、大岡さんと、大岡一門さんと、まあまあ、部外者の俺と、その人しかいないけど、なんなら多分そこに6人全員がそれつけてっていう、それもそれぞれ全く別の場所で行われている、別の、なんつうの?メタな空間で行われている会議に参加してるみたいこともあるっていう、なんか、すげえ世界だなっていう。で、まあ、チャット GPT と、大体俺恥ずかしい話、チャット GPT がよく分かってなくてさ、なんかちょっと心の中では新しい検索エンジンのことなんだなって、なんかちょっと、チャット GPT イコール、その新しい検索エンジンだから、なんかこう普通に聞くと、その質問を割とざっくばらんに打った質問も、玉袋の裏側にちっちゃい赤いポツポツができてんだけど俺死ぬの?ぐらいの精度で言ったやつをそのいろんなところから AI が、データを集積してでいてその、検索結果みたいのを交互でね、そのプツプツが7色だった場合は2時間で死にますみたいなやつをただ赤いだけだったら被れてるだけかもしれないけどねなんつってね、そういう感じの検索エンジンのことをチャット GPT っていうのかと思ってたらもっと広く AI ってものが全部でその中の一個のその形式でみんながこう使えるのがチャット GPT でそのチャット GPT を利用した検索エンジンの使い方がありますよみたいなその基本の基本からこうやって教わりつつあとこう AI とかが世の中にいっぱいこう出てくるとどうなんのみたいな。で、あとは、三田寺梨沙ちゃんどうしてるとか、そういうこうで、多岐にわたって、こう、話してて、ちょっとこれどっちかな ?BGM 邪魔かな?いや、一応タイトルコールはします。タイトルコールはしていきます。月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力から。ちゃんと整理整頓して。から話すから、一旦必要事項として今日珍しく、ツイッターのなんつったっけどんぶり見てやつどんぶりの点取ったやつなんつったっけハッシュタグそのもうね言葉が出てこないことに対して落ち着き払ってるからねこっちはどんぶりって顔して全員ガラスの向こうはどんぶりの点を取ってトンチみたいな顔をしてましたけどハッシュタグですよハッシュタグ、ひらがなで、新バカを活かしてますんで、メールとは違うんで、これを一個一個誰々さんがこんなこと言ってますみたいな取り上げ方はしませんけども、なんか思ったこととかを皆さんつぶやいててくださいが一つと、それから2ヶ月に1回ぐらい、で、忘れちゃって4ヶ月に1回になったりしますけど、メールで質問を受け付けますよっていうのも、やっておきます。baka@tbs.co.jp、メールアドレス baka@tbs.co.jp
で、この後の話は多分、長くなるし、BGM ない方が分かりやすいので、ちゃんと曲に行きます。方々のラジオ局に出すとさ、ちゃんとして帰ってくるだろ。TBS でこの番組甘えてんだから。あなたよで届く未来へ。だから、なんつったよね、未来ギャグボール。猿グツは、要は猿グツはの、猿グツはなんだけど、特定の人だけは会話ができるみたいもんで、それこそ、その、前で笑ってる河野和夫なんかは、ゲーム配信をやってるわけじゃないですか。神さんの稼いだ金で。神さんのほぼ稼いだ金で、買ったプレステ5で、神さんのほぼ稼いだ金のパソコンを使って、神さんの稼いだ金で払ってる回線を使い、ゲーム配信をやってるじゃないですか。ね、やってて、神さん疲れて寝なきゃなんないのに、あの、ゲーム配信の時間来ちゃった時とかは、あれ、やれば、ただ、見てくれはその謎の口に機材をつけてる人にはなるんだけれども、あれだからさ、あの、もうさ、チンパンジーのお面みたい、チンパンジー口んとこボコってなってんじゃん。チンパンジーのゴムマスクの中に仕込んで、無口なチンパンジーとして、その画面にこう出てる感じでとか、いろいろできるんだろうね、今後はきっとね。でもなんか、お、これはちょっと便利なやつだなって思ったりしましたね。でいて、そんな中で配信の話でちょっと印象に残ってんのは、ゲームの生配信をこの間河野君とちょっとやったんだよね、思いついて。でだけどもちゃんとやろうと思うと一個一個こうメーカーに許可を取らなきゃいけないっていう。でこれはよくわかんないんだけどさ、最近は、ゲーム配信をしてもらった方がそのゲームを買う人も増えるだろうと、知名度も上がるだろうっていうことで、昔に比べると相当寛大になってて、一個一個のゲームで、ゲームについて、例えば、このゲームはやってくれていいけど、ネタバレありっていうタイトルを必ず入れてくださいとか、このシーンは使わないでくださいとか、あと、多いのは投げ銭スーパーチャットとはもらえない仕様にしてくださいみたいな、ちょっとクリアするとやっていいですよってが多くなって、これはすごくいい頃だと思うんだけど、でもなんか法人もしくはプロダクションに所属している方はこちらってのがあって、それは別条件で、ここ俺だったら俺でホリプロを通してホリプロからこれを配信したいんだけどっていうのをやり取りしてくださいみたいになるわけで、俺はその意味があんま分かんなくて、え、なんでっていう、その、一般の人とそれを分けられるのかあんまよく分かんないと。で、一般の人の方の規約の中に、例えば、その、ゲームのキャラクターを改ざんして、ちょっとこう、卑猥なことをさせたりとか、それダメですよっていう、そのキャラクターとかにちゃんと敬意を持ってやってくれなきゃダメですよみたいなルールあるんだから、よりタレントとかがやった方が人気出んじゃねってちょっと思って、向こうも、こっちもこっちで、人気が出るし、そっちもゲームの知名度も上がるし、いいんじゃねって思うけど、すごい細かくこう、交渉してからじゃないと、メーカーによるけど、自分が配信したい日から数えて、メーカー側の何営業日前までに、どういう形でやるのかを出した上で、許可を受けた上で、こういうマルシーを入れてくださいみたいなの。なんのよ。だけどさ、もう、思いつい、3日後のことなんか考えたことないんだから。ね、3日後に俺が何をやる気あるか分かんないんだから。あ、マットレスがこんなにずれちゃってる。だからマットレスを元通りにしようって思いついてから、マットレスを元に戻したのが1日半後だからね。だからそれぐらいのこう、やる気が持続できない人からしてみると、そんな無理なの。3営業日前にこれを、その生配信をしたいよなんて。だって、今現在僕の YouTube は、基本的に突然みんな登録してる人だけ、おーおおなんか始まったぞつって見て、終わってったりとかしてるものだからできないじゃんって思うわけ。で、何をそんなに締める必要があるんだって思うけど、なんか、その話を、大岡さんにしてたら、まあでも、
自分たちがヒーヒー言いながらゲーム作って末端のエンジニアまでじゃあすごい方順にお金が行く行かないっていうのはまた別の話になってる時に横から出てきたやつがそれを使って金儲けされるのちょっと嫌じゃないですかみたいなやって思う気持ちもわかりませんかっていうあそれはわかるのこっち側がヒーヒー言いながらラジオやってるのを例えば誰かがお金を取って YouTube に出してたら嫌なんですよ。やっぱりそれは嫌だから、あ、それはちょっとわかるっていう話と、いろんなか、これね、その、大岡さんっていうのはいいのが、言い悪いみたいことに極端に行くことはほとんどないんですよ。で、そういう気持ちはわかりますよねっていうのが一個と、最近読んだ本で見たことちゃんといろいろこう抜粋して教えてくれるんだけど、で、その嫉妬の気持ち。ね。要するに、自分が損してるわけじゃないじゃんっていう。むしろ、そのゲームの宣伝になるなら自分たちも得してるし、だけどそれ以上にあいつらが、なんかこう自分たちの作った、ゲームのおかげで得をするのは嫌だなっていう意識。ね、この嫉妬の意識みたいものが、猿にもあるっていう実験結果があるんですって見せてくれたのが、なんかね、猿の実験で、お互いがアクリル板で仕切られてる2匹の猿がいて、片方の方にはボタンを押すと、どんぐりが落ちてくる。1個。1回そいつがボタンを押すと、どんぐりが落ちてくるっていう装置がついてると。で、そいつがボタンを押すと、その仕切られてる、だからアクリルだから見える、向かい側の別室の猿の前には、同じタイミングでリンゴが落ちてくる。で、そうすると、こう、どんぐり1個食べて、で、あいつはもうリンゴ、うまそうなリンゴをもりもり、もりもり食ってると。で言って、何度もやってるうちに、俺がボタンを押すと俺にはどんぐりなのに、あいつは何にもしないでリンゴが食えるってことに猿が気づいて、お腹空いても我慢してボタンを押さなくなるらしいの。なんかすごいよね。で、もちろん、その本に書いてあることは、ちょっとそのこと一回置いて、その、他人がどうしようと、そんなことを、自分がお腹空いちゃう方が損なんだから、しかも、あいつがリンゴをもらうことで僕のどんぐりが減るわけではないんだから、冷静に考えたら、ちゃんとどんぐりをコンスタントにもらった方がいいっていう選択をした方がいいですよっていう本なんだけど、なんかそういうことをいっぱい抜粋してきて、なんかこう、僕に教えてくれる人、教えてくれる人で、で、その後、こう、AI について、こう、話したことが、もう、面白で話すとよくわかんなくなっちゃうことなんだけど、AI が世の中に、いっぱいこう、はびこると、それはいいのか悪いのかみたいなことを、やっぱり、いいか悪いかの話でちょっとなくて、予想されることはこういうことがありますよ、みたいな話を、こう、してくれて、一回 CM 行こうか。ありとあらゆるところでさ、こう AI が活用されて、しかも AI がどんどん性能が良くなってくから、まああとよく言うのはそれで仕事を取られちゃう危険がみたいなね、話するじゃないですか。俺、ちょっと話はずれるかもしんないけど、タクシーが今さ、アプリで呼べるじゃないですか。すごい便利だ。めちゃめちゃ便利なんですよ。家の前の路地まで来てくれて、でいてそこにも TBS、テレビって入れとくと、もう、黙ってても、TBS テレビに行ってくれるみたいな、めちゃくちゃすごいけど、全く会話はないのよ。もう座って、その、死の丘ですって、その、呼んだ俺の名前の確認だけあったら、もうほぼほぼ、高速使いますかぐらい言うかな。高速使いますかぐらい言って、明日道でって言ったら、もう黙って TBS の玄関についてるような状態って、すげえなと思うけど、これでいいのかみたいな、難しいのはさ、僕もそんなに喋りたいわけではないの。喋りたいわけではないんだけど、なんか今まではずっと黙ってるのもなんだなって思うから、例えばこう、桜が咲いてたら、結構桜散っちゃってますねとか咲きましたねなんて言うじゃん。でその向こうも別に俺と喋りたくないけど、そうですね、何日か前にちょっと遠距離がいてここ行った時には、まだかなり咲いてましたよなんて言うじゃん。でお互いめんどくさいの。お互いほぼめんどくさいからこんなことあってもなくてもいいんだけど、ゼロでいいのかどうかよくわかんないんだよね。でうちの育成級チームに
あの、芸人やりながらタクシーの運転手さんやってる男がいて、で、その男に聞くと、その男も同じ感想で、なんかこう、ドアバタンって閉めたら、もうそのまま行って着きましたっていう感じが、楽なんだ。カロリー的には楽なんだけど、全く喋らない不気味さみたいなことに対して、これでいいのか。いや、あのね。人とコミュニケーション取るのが苦手な人が、いやいやたくさんコミュニケーションを取らなきゃならないことが苦痛だから、これをなくしてもらう方がいいっていうのはすごくよくわかります。すごくよく、僕ももともとそういう人はわかるんですけど、じゃあそれゼロになりますけど大丈夫ですかって言った時に、大丈夫なのかな人間っていう。で、なんかその、全く喋んない時もあるんですよ。死のうかですだけ言って行ってこうやってつくじゃん。で、これは、次のステップとして、次のステップとして自動運転で行くようになるための一個手前のやつだと思うんですよ。要するに昔の、その、正直この運転手さん俺寝たいんだけどっていう、寝たいんだけどなんつって、思ってるんだけど、中日の森野の背番号って前何ですかね急にみたいな。ね、なんすか急にって、伊集院野球好きだからみたいな。うわ、もう森野の背番号気になっちゃって、もう気になっちゃって、その時代携帯がないから、森野何度も変わってんだよなぁ、なんつって。で、その、感じが好きだったわけじゃないんだけど、無で行って無で帰ってきて、で、しかもこれは次の AI に向けての、その、今 AI はさすがに細かい運転はできないけれども、その、だから人間がやらなきゃいけないところは人間がやるっていう、この感じが、なんか俺のイメージは、運転席に、あの、配線だらけの脳みそが置いてある感じ。その、純 AI、純人間みたいなところに、こう、教えられてるような感じが、便利なんだけど大丈夫なのっていう、なんか多分それはいろんなことに言えるのは、若いうちは、この仕事をやるために、もっと言えば、伊集院さんって言ってくれる時代ってのはあるわけです。僕の仕事なんかをしてると。ね。そうすると、めんどくさいな、人と人付き合い、人間関係めんどくさいなっていうの時期はあるわけですよ。あと、会社入ったばっかりの時はもうその会社で、その仕事は大丈夫だけど、人間関係めんどくさいっていう時期があるから、なるべくこの人間関係ない方が、ズームでやった方が楽だとか、メールでやった方が楽だっていうのは来ると思うんだけど、今度こっち側に用事がなくなってくるから、こっち側が、に関係を持とうっていう人が全くいなくなった時に無で大丈夫かっていうその人間関係ゼロになってて大丈夫かみたいなことでそれがなんかちょっと俺の不安みたいなことなんだけどでそれをかその大岡さんにどうなんですかねその AI がどんどんなっていくと何が起こるんですかねこれからって言ってまず第一に起こることとしてって話からだったんだけど特に伊集院さんの業界とかでまず第一に起こることはって言うんだけど、ね、アナウンサーさんってどんどん AI 化していくじゃん。そうすると今さ、NHK の朝のテレビ見てるとさ、ここから先ストレートニュースは、人工音声でお送りしてますって言って、何の問題もなく人工音声で、いわゆるこう、その、細かいコメントとかをすることもない、いわゆる、ストレートのニュース、何十秒かのニュースっていうのを噛むこともなく完璧に、当たり前だよね、そのニュースを伝えていくじゃん。それから、おそらくだけど、AD さんのやる仕事とかが、AI にかなり食われていくだろうっていう、先週もちょっと言ったけど、AD さんの仕事で未だにあるのは、かけたい CD をダッシュで取りに行くっていう、ああいう仕事があったりとか、あとはこれはディレクターの仕事が半分と、AD さんの仕事半分だけれども、この辺でちょっとムーディーなクラシックが欲しいんだけど、何枚かちょっと出してきてくれよみたいなこととか、その、流行ってる曲の中からこれ出してきてくれよみたいな。で、特に、ディレクターセンスを入れるまでもない、これぐらいのテンポのこれぐらいの曲を出してきてくれっていうようなことを、こう、AD さんがさせられることが多いじゃんか。そうすると、これはかなり、AI 化が早いと。テンポを打って、で、タグを入れて、でいてそのムーディーとかを入れていくと、もうその、レコード室も何もデータが全部そのままミキサータグに入るようになっていくから、これはいらなくなっていくだろうと。で、例えばだけど、長い番組の中のワンコーナーで、時間が決まってたりするもんに関して、じゃあ、例えば、若い
AD に、お前ここだけ球振ってみろよとか、いうことって今まであるじゃん。でも、こういうアクシデントが絶対起きないような場所は、全部 AI になると、いわゆる修行期間はゼロになるけど、大丈夫かっていう。その、アナウンサーはストレートニュースの時間の決まっていて、コメントやアドリブ性が全くいらないものが次々と読まれるものに関してでも、生で原稿を読んでいくから、中堅になった時に、じゃあ、このニュースが行くか、このニュースが行くか、その寸前までわからない上に、次のニュースが来るまでの強弱をちゃんと整えてくれみたいな、TBS ラジオとかすげえ名人がいっぱいいたけど、その、次の原稿が来るまでスピードを落として原稿を待つみたいなことをやるのよ、名人って。だけど、これは、全く、その、下詰めつまんねえな、なんてことのないニュースをずっと読まされてるよっていう、その下詰みの時代に、おそらくスキルが上がってくる頃だけど、ここはないわけじゃん。ここがないまま、年齢だけ中堅になるし、多分、AD さんの、修行みたいなことも、修行って言葉も古いし、今好かれないことはよくわかってる。好かれないことはよくわかってるんだけれども、急にその、全く、ね、いつもこう、うちのディレクターは金子で、その向こうに、先週ちょっと触れたかな、吉井というその AD がいて、さらにこの吉井が他の番組でディレクターになるから、さらに新しい AD の吉井っていう、吉井2って呼んでますけど、二代目の、吉井 AD が入ってくる、今、そこで、これからディレクターになる吉井1は、他でそのディレクターになる吉井1は、今まで金子の背中をずっと見てくるっていう、ね。もちろんこっちの角度から言うと、前に金子くんがいて、後ろに吉井くんがいるから、実際は、金子くんの見てない隙に、後ろで中指を何度も金子くんに向けて立てている吉井を俺は見ているけれども、ね。二度ほど斧を振り上げている、ね、吉井くんを見ているけれども。で、まあ、そこがきっとさ、その AI の AD ができちゃうとさ、やんなくていいじゃん。やんなくて多分良くなって、その、なんとなく、次の何分の曲出してとかっていうのを多分音声で認識して用意されていくみたいなことになっていくじゃん。そうすると、なんかそのディレクターはどういう感じで仕事してるのかは一切見ないまま、年数が来たからっていう理由で、多分、AD さんはディレクターになっていくみたいなことをすると、俺、どっかで、今、その、いやいやでも修行をずっとやってきて、その中堅ディレクターになった人が枯渇したところで、次が入ってこないとか、あとその、それはチャット GPT もそうなんだけれども、チャット GPT はもう何万枚ってあるイラストの、いいとこ取りをずっとしながら、こうイラストを作っていくわけじゃん。今まで、うさぎっていう、うさぎのイラストを描いた人がいっぱいいるから、俺がうさぎって言って、うさぎ、かわいいうさぎって言って、こうやってそうするとこう、大体ね。いや、マシンガンのようにポログソを、発射しているうさぎってやると、それが出てくるわけじゃん、すごい勢いで。ね。マシンガンのようにポログソを連射することを利用したうさぎの形の武器、みたいなのも、多分イラスト出てくるわけじゃないですか。ね。を肩に乗せているプーチンみたいなのも出てくるわけじゃないですか。でも、これはどっかで一時ソースがなくなるはずだよね。新しいものができて、その新しいものを一から書いて、そこに差し出す、ネットに差し出す人っていうのが、多分、イラストレーターは全員もう失業していなくなってる後に、その枯渇が来るっていう、これがこう、やりがい詐欺だったりとか、パワハラだったりとか、そういうことと絡んでるからすごい難しい問題なんだけれども、まあ少なくとも、師匠がめんどくせえなと思ってるカバンを運ぶようなことをやる代わりに、特等席で落語が聞けるみたいなことが、まあ基本のラインじゃないですか。でいて、その、よくうちの師匠が言ってくれた、その開口一番ってお客さんの前で一番最初に落語やるのを、俺が滑ったらどうしようと思ってると、お前がどんなにこの客席の温度をマイナス何度まで行っても、俺の芸で常夏に戻せるって言われれば、ここで俺は滑ることができるじゃん。で、難しいのは、自分も入ってきた時は、すぐすごくなれると思ってたし、そこそこもう喋れるって思って入ってきてるけど、やってみるとダメだったりとか、5年経ってみるとあの頃はひどかったっていうことになるから、だから、なんつったらいいのかな、入ってくる時には、
AD なんかやらなくていきなりディレクターになれるって思ってると思うけど、俺は多分そうもいかないと思うよみんなっていう。自己評価はみんな高いけど、絶対そうは いかなくて、その、あまり苦痛じゃなかったりとか、その、と、余計なストレスはなるべくかからない方式がいいけども、やっぱりその、なんつうのかな、スキルアップをしながらいる期間みたいのを、機会に奪われるとするならば、なんかそれは相当、相当大変だなって。結局、さらにもっと進化しちゃって、誰も働かなくていい世界みたいのがもし来るんなら、まあまあ、それはおめでたいことだけれども、そんなに早くないよね。今言ってるように、タクシーの運転手さんが、半機械化みたいなオートマチックに一旦なってから、機械になってくのと一緒で、多分その歪みの人は絶対いるんだよね。あの、仙台のって亡くなったかなんて言い方なんだ。東大はいないんだけど、その、僕の師匠の師匠のあの円楽師匠はその一門のトップだったから、ある日突然全員真打ちって言い出したんだよね。その本当は前座二つ目真打ちなんだけど、ある日突然全員真打ちだって言い出したんだ。で、真打ちになった途端に全員真打ちが着物を畳むっていうよくわかんない現象が出てきて、で、しかもそこでもう全員真打ちで弟子取らないって言い出したから、完全に下積みが枯渇したんだよね。それと、その、何の、そのスキルがまだいっぱいじゃないのに真打ちになるとかいっぱい出たりとか、なんかそういう現象が、こう、できてくるんだっていう。でいて、もちろんいいこともいっぱいあるし、そこで見せてもらったなんかこう、新しいこうデモみたいな、こう、編集ソフトのデモみたいなとかも、なんかその、まあ俺らその音の編集だからもっと簡単なんだけど、映像の中に入ってる音を文字化して、文字の切り張りで、例えばインタビューやって、あ、この辺も面白くないこと言ってんなところを、その文字の方を切っちゃえば、映像の方も切れるっていうシステムのさらに上で、何が映ってるかっていうのを判断して、で、要するに、ここに、例えば大谷翔平が映ってるっていうことを判断して、で、その大谷翔平の映ってるところと、まあ、前後の、まあ、1分ぐらいの白身だけに、この3時間の映像をしてくれってやると、ドンってやってくれる感じとか、もうミュージックビデオなんて、もうほぼほぼ、その今までのミュージックビデオのあり方、その画面のせわしさとか、ああいうものを AI が分析してやれるようになったりとか、なんかこっち側からするとすごい楽しいこととかもういっぱい待ってるはずなんだけれども、年取ってくるとその新しい技術をイコールわ俺たちの時代来たぜとは思わないから、なんかこのなんとか理不尽ながらもやり過ごしたものがゼロになる可能性の方が高いと思っちゃうから、多分俺はその不安の方が多いんだと思うんだけど、でもなんか聞いててそうかそういうことかっていう、今後下積みがなくなるのはいいことなのかもしれないけど、下積みはさせてもらえないっていうか、今日までディレクターになってる人は、セーフっていうか、そう。だから吉井1はセーフだよね。2は微妙。で、3に関しては別に吉井をもう一人雇わなくていいんだよ、別に。うちの AD は全部吉井っていう決まりではないからね。まあ、そんなことを5時間ぐらい。そんなことを5時間と、このデリバリーの中華、ちょっと、痺れ成分多すぎませんかが1時間ぐらい。それぐらいで話してましたよ。メールいっぱいもらってます。今日はメールが入っています。なんか質問したいことっていう漠然としたやつです。bak@tbs.co.jp です。これどっちかな？東京都江東区、ラジオネーム、方向音痴名人さん。最近はいろんな味の炭酸水が出ていますが、お気に入りの味はありますかっていうやつ。もう一個が、ラジオネームミミミカンさん。新学期に友達が一人もできず、休日は時間を持て余しているのですが、高校生のうちにやっておいた方がいいことはありますかっていう。どっちもこの番組向きじゃないんだよね。炭酸水あんじゃん。こんなことが起こるんだって、神さんがいないといろんなこと、風が吹けば桶屋が儲かるみたいなことで言うと、もう神さんが、こう、留守を長くするようになって、
こんなこと起こるんだと思ったのは、俺意外にあの、ちょっとレモンの味のする炭酸とか、ちょっとグレープの味のする炭酸好きだったんだけど、あれがダメになっちゃったのね。炭酸水自体はなんかこう、飲むんですよ。めちゃめちゃ飲むんだけど、甘いジュースをほぼ飲まないです。甘いジュースをほぼ飲まない俺が、なんかその、ちょっとみかんの味がするやつとかは好きだったのに、あれをこう飲もうとすると、コップが洗えてない気がしちゃうの。B レモン炭酸あんじゃん。B レモン超炭酸。今までは、コップとかの類は神さんが専業主婦でやってくれてるから、何をそこで取ってこうやって、入れて飲んでも、このコップは間違いなくて、このレモンの味は、この炭酸の、その元をついてる味だって思うんだけど、なんか反射的に汚れてたんじゃないかって思うようになっちゃって、なんかこう、炭酸水がもう炭酸水しか飲まなくなったね。謎の現象だね。あと、高校生の時にやっていく、やっていくこと、やらない方がいいことはわかんないけどな。やらない方がいいことは、オナニーのエスカレート。あのね、要は、その手順をちゃんとこう踏んでエロを育ててきたから、すいませんけど、その友達はいないけど、セックスフレンドはすごいいますみたいな人を相手にしてませんよ、この番組。ね。で、その、これは自分の世代が正しいって思っちゃってるジジイ特有のことかもしれませんけど、その一番最初に手に入ったのは、ちょっとエッチな漫画から入り、でいて、その途中になかなかこう写真のものが出回らず、エッチな小説を読むようになったりとかして、で、さらにはやっと写真で、こう、動いてるエロなんてすごい後で、さらにそのノーカットのものが、ネットで入ってきちゃうみたいな世の中で一回見たことないけど、ね。女の人のパンツの中に何があるのかわからないけど、未だに。ね。55にしてわからないけれども、ね、順番が俺としては、で言って多分さらにこの後、もうおちんちんがお役ごめんになっていくっていうね、おちんちんを切り取って、ね、おちんちんを、大きな植木ばさみで切り取って返しに行くところまで、そんなに時間がないじゃないですか、ね、ね。で、で、返しに行った時に、ね、おちんちんの神が、ね、あんまり使ってないね、なんて言われて。ね、で、これが今さ、無尽蔵に手に入っちゃうでしょ、きっと。無尽蔵に最後のとこまで行くから。まあでもあれか。わかんないけど、それはそれできっとこの先に、その、バーチャル天下みたいのくっついたりとか、もっと言うと、もっとすごい脳に直接電極や、入れてみたいになるから、それなりに段階を踏んでるのかもしれないけれども、なんか俺はこの時点で、その基本のオナニーをちゃんとするっていう。その大したおかずじゃないけど想像で埋める、それでも頑張れる時期だからやっておくみたいのはいいことっていうか、エスカレートさせない方がいいかなっていうのと、あと何かなぁ。YouTube とかやっぱやればいいのに。なんかその、デジタルタトゥーが怖いから、その、なんとなく顔を隠す必要はあると思うし、あと周りの人とかにいっぱいこう近い人に喧伝するのは危険だと思うけれども、なんか多分せっかくだったら、そういう今しかできない高校生 YouTuber みたいなことは難しいか。高校生で YouTube はやるけど、そんなに有名にならなくてもいいやみたいなスタンス取れるのって、だって自分だって高校生どころか何歳になっても売れたくてしょうがなかったわけだから、それはできない相談なのかね。なんかその辺なんか難しいけど、なんか自分はお笑いになるのにみんなお笑いの今専門学校があるけど、お笑いの専門学校はお金さえ払えばいつでも入れるので、で、あと別にお笑いの専門学校みんな入ってるってことは、そんなにお笑いの専門学校で新しいこととか、次の世代のお笑いなんか教えてもらえないに決まってるから、いろんな変なバイトをやるとか、その方が俺はいいと思うけどね。人材派遣のバイトとか行って、変なバイトに行っては、半分はお金、半分はネタになるからいいやって思って、俺やっぱり若手の昔やった変なバイトの人が好きだから、バナナチップが焼けてくるのを見る仕事っつって、なんかその、ゆっくりの、超ゆっくりのベルトコンベアの上に、それ薄切りにしたバナナがずらーって並べてあって、で、それがゆっくり動きながら、途中ヒーターの上をこう通っていくらしいのね。
で、そのヒーターの上を通って、これぐらいのスピードで行くと大体カラッカラにバナナチップが焼けんだけど、たまにその甘みのせいとか熟し方のせいで焦げてるやつが1時間に1枚ぐらい来るらしいのね。それを菜箸で弾く仕事っていう。なんかでもそれもずーっとやってると、来るって思うらしいよ。ね、そのもう、半寝ぼけでずーっと座ってんのに、もう全然、あ、来るって思って、それ目の前にあるやつがなんとなく見えたんじゃないの。もう、来るって思ってから、2分後ぐらいに来るってだから。だからもう、僕焼けてるよっていうのが、もう感じられるようになるらしい。だけど、僕は1個のバイトをいっぱいやるのもいいんですけど、なんかそこに、バイトの選ぶ基準とかが面白いかどうかみたいなやつとかを高校生ぐらいの時がその自分でその使うお金のためだけにバイトやるんなら割といいことかな。割とちゃんとしたこと言うね。ちゃんとした質問とかちゃんとしたこと言っちゃうからあんま面白くないよおそらく。他には何ですかね。ラジオネーム応援歌ファン、最近おすすめの YouTube チャンネルを教えてください、ね、ちゃんとしてるね。ちょうどちょっと楽屋で話題になってて、俺、その、構成陣に、うちの、その、構成スタッフの二人に、ちょっとこれを一緒に見てほしいんだけどって言って、相談というか、俺の迷いというか、なんかこう、すごいシビアなこと言いますよ。すごいシビアなこと言いますけど、ある程度、一年前に、僕はもう二年前、三年前で言うと、自分はこのまま深夜のラジオを終えていくんだろうなと思って、その朝のラジオの、人になっていくんだろうなって思ってて、で、その朝のラジオでいろんな、こう自分のラジオや話術の集大成みたいなものを、完成させていくんだろうなっていう目論みがあったんだけれども、どうやら、俺が完成させようとしているものは少し違っていたっていう、まあ、結論が出るわけです。その1年前ぐらいに。でいて、その後、じゃあ、どういう要素を取り、入れていくべきなんだっていうのは、もちろん、一緒に作る人たちとの、関係性とかもそうだし、あとは、もっと面白いってどういうことだろうみたいな、ね、ことも考えるわけです。で、さらに、今、いろんな人のラジオに出してもらっています。サンドイッチマンも先週出してもらって、で、それからあと、YouTube で、有田哲平くんともやらせてもらったし、それから花輪くんの YouTube も出してもらって、まあ、いろんなところでこういろんな違う環境でおしゃべりをしていく中で、ごめん YouTube やポッドキャストかその辺がもうおじさん全然わかんないわ、なんかピコピコのコンピューターのやつね、であそれこそ先週言ってた、ハライチのターンで、なるほど、フリートークの感想をもらって、それが、漠然とコーナー化していくみたいなことやってないなとか、いろんなこと考える中で、さらには FM の番組とかの、昔、半分わかってますけど、半分冗談ですけど、半分本気で、FM の毒にも薬にもならないトークっていう、ね、いつも僕が言う、その、なんですかね、春ですねなんつってね、春が終わるとすぐ夏が来てしまいますよね。で、暑い暑いって思ってるうちに秋、日本の四季折々っていうのは何かこう心をざわめかせるものがありますね。それでは一曲聴いてください。ガンズ&ローゼスで、今の流れで、それ面白いやつじゃん。だけどそのまあまあその普通のやつ、普通の毒にも薬にもならないトークみたいな言い方を僕はこうしてましたけど、それはそれで大切だなみたいなことわかるわけですよ。で、よりわかる。前もわかってたけど、そういう要素もいりますよって朝の番組を、めちゃめちゃ笑いの数を増やそうとすると、それはとても忙しくなるとか、そういうこともわかるようになってきたから、今はいろんなものを聞きながら、あ、こういう要素はこういう、むしろ、あんまり面白くない時間もいるみたいこととかをもう一回、三週目ぐらいだけど、もう一回こう自分の中に入れていくこう時期になっているわけです。で、そんな中で、とてつもないやつが現れまして、YouTube なんですけど、いや、それこそ、その無理やり聞かせた、その若手構成の大谷くんが、あ、これ結構評判になってるっていうのはなんとなく、これが好きだっていう人がいるっていうのは聞いてましたって言われたんだけど、ウェザーニュースってあるじゃん。ウェザーニュースの、なんか3時間も4時間もずーっと喋ってる、
その、まあまあ、多分ライブで聞くもんなんだろうけど、それのアーカイブっていうか、まあ、昨日のとか、一昨日のとかあるんだけど、それの、こう、何時間もやってるじゃん。その日の天気予報何時間もやってて、お姉さんが出てきて、そのお天気のお姉さんがトークをしばらくして、で、お天気行って、トークをしばらくしてお天気を行って、1、2時間経つと次のお姉さんと入れ替わるみたいな、その繰り返しなんだけど、これのトークが、毒にも薬にもならないどころの話じゃないの。もうね、あのね、甲骨、俺たまたまあれつけっぱなしの YouTube で流れてきたのかわかんないんだけど、最初何かムズムズしてきて、その後、なんか、麻薬的っていうか、その時言ってたのは、お姉さんがしばらく、お綺麗なお姉さんがおしゃべりをしてます。しばらく普通のことを喋った後に、じゃあここからは、バトンタッチですみたいな。で、恒例の次のお姉さんと変わる時に、そのバトンタッチで二人でこうトーク、同じスタジオで二人でトークをするとかあるんだけど、ここで、久しぶりですね、なんて言って。あ、ずいぶん間が空きましたね、このクロストークのコーナーも。二ヶ月ぐらいかしら。二ヶ月、いや、もうちょっとかもしれない。いや、でも、一緒に、一度お食事に行ったんで、クロストークはしてなくても、会ってないわけではないんですよね、なんつって。いや、あの時は、平日だから大丈夫だと思って、予約もしないでカフェに行ったら、どこに行っても満員で、二軒目も、いっぱいで、三軒目に入ったんでしたね。そうですね。で、桜の季節ですけど、千鳥ヶ淵ってあそこ桜見たことありますか？私行ったことないです。私も行ったことがないんです。すごくない？すごくない？これ延々とこれすごくない？で、これの、再生回数、666万再生なの。すごくない？俺勉強しなきゃダメなんだって。だから、俺ね、だから昔だったら、自分がやろうと思っている、もしくはやっている、トークとかが一番面白いみたいな、過信のもと揺れずに喋ってる時だったら、多分このウェザーニュースを小馬鹿にしてたと思うんだけど、なんかね、異様な魅力があるんだよね。あんま聞いたことがない、お年頃のお綺麗なお姉さん二人が、心があるんだかないんだかわかんないトークの、だって行ったことない千鳥ヶ淵で、に、行ったら、こんな感じなんじゃないかしらみたいな話をずっとしてんのよ、なんか。整理券を配っているなんて話も聞きましたよ、なんつって。それじゃあ、夢の国みたいですね、まるで。はははははは。まあ、ディズニーランドの子だと思うんだけど、はははは、って言って。でも、私ボートが多分上手に漕げないと思うんですよ。ボートが私漕げないんですよ、ではないです。焦げないんじゃないかと思うんですよっていうで、時間はもう有り余るほどあるんですよ。で言ってそのずっと、その感じの会話がずっと続いてくんですよ。で、最初の方にお天気の専門家のおじさんが出てくんですけど、おじさんに、お休みの日は何やってるんですかって言うんだけど、おじさんはお天気のこと以外はあまり話すのが得意な人じゃないから、なんていうのかな。受け答えの中で、早く切ろうとする受け答えってあるじゃないですか。これといった趣味はないです、みたいな。でも、もう根掘り葉掘り聞くの。で、根掘り葉掘り、でもどうしても時間があるときは、みたいなやつをまた聞くんだよね。聞いて、なんかおじさんがすごい多分、あ、これだからあんま言いたくなかったんじゃないかなと思うような、謎の趣味の話を始めるのね。美しい数式を探してアートにするみたいな。で、それはあんま興味がないらしいのよ。今度聞いてる側はね。な、その感じの、なんかこう、触りそうで触んないキャッチボール、俺、需要があるのはなんかすごいわかんない。面白すぎても困るし、あとなんかいい感じにお綺麗なお嬢さん同士が何かわかんない。普通に喋ってるっていうことに需要はあんなっていう。で、なんか俺からしてみると、
天気はって思うんだけど、天気は下の方にこうテロップで流れてて、でいて、その時々その天気を集中的にやる時間は来るけど、その間のあの普通のトークが、ただ、660万回がわかんないんだよね。で、多分、その素材だけで、もともとライブのものをアーカイブして3時間ぐらいの、今俺が聞いたやつが3時間ぐらいあるから、途中聞いたり聞かなかったりとか、そのもっかい来たりとか来なかったりとか含めてその回数なんだけど、それにしてもすごいし、あのさ、よくさ、朝の4時ぐらいからさ、各局さ、TBS でやっぱタイムとかの、あの前の、まだ安住さん来ませんよみたいな時に、あれ、俺おはようのこと言ってんのかな？やっぱ女性が3人ぐらいで、あの、おはようございますなんつって始める、3人が全員正面を向きながら、仲良いっぽい普通の話ずっとやるやつなん。あれって台本あんの？ないの？なんか、微妙に台本がありそうで、なさそうでの、でいて仲良さそうで、絵に描いたようでの、あのスリーショットの話、下手せばフォーショットの話があんじゃん。あれ何？ねえ、あの、でも、話にいつでも何分に一回笑いを求めるとか、そのオチに向かって喋るとか、なんかもうさ、鬱陶しくない？なんか。鬱陶しいんだ。ねえ。だけどなんかね、ほんとそれ、その、でもあの感じの、テレビの方のやつは、いかにも AI が作りそうな感じなの。でもウェザーニュースの方は、それとも違う、あの、AI もっと整頓し、俺はその、実際わかんないよ。その、おはよん的に、俺がこうまたおはよんをちゃんと、あの、合ってんのかどうかわかんないんだけど、まあ朝すごい、こう、朝さ、なんとなく夜更かししちゃったもん、テレビ始まっちゃうとさ、朝方でやってるよね。ね。馬に乗ってる元気のいい将軍が出てくるやつ？それはおはよんじゃない。それはおはよんじゃなくて、暴れん坊将軍の再放送。で、俺の言ってるのはそうじゃないから。で、その、あの感じは、なんか台本がありそうな、もしくは AI が作ってそうな予定調和とリズムの会話なんだよね。でもね、ウェザーニュースのやつはね、なんかわかんないけど、得体の知れない。で、特に、大先輩と、大先輩までいかないかな。まあ、5歳ぐらい上のアナウンサーさんとは、お天気お姉さんと、若い人が話してる時よりは、似た年格好の人たちが、なんかこう、時間潰しのトークの押し付け合いをしてるみたいな回が、すごくいい。あの、今、ラジオとかでもそうなんだけど、最後エンディングに45秒余っちゃいましたとかが一番きついじゃん。次の話題にもいけないし、みたいのが、延々と繰り返される。その、千鳥ヶ淵行ったことありますかって言って、お前行ったことはあってくれれば、お前にもうボールは預けたと思ってるのに、ないんですよって感じちゃって、出て、で、それに対して、やばいやばいやばい、ボール来ちゃうってなってるから、私もないんですけれども、っていう、この、なん、あの面白さは、もう、だから、AI の時代に面白いことは、そっちになってくんじゃねえかなっていうのを、ちょっと思った。あとさっきの、ちょっともう一個残ったことで言うと、AI に、ネタを選んでもらうっていう。で、おかげさまですごいたくさんネタは来てるけども、こう、もう選びきれないようなことも出てきますと。で、さらには、これは誹謗中傷みたいのに関しては、ちょっと先に申し訳ないけど、その、さすがに俺はネタを全部読むっていうことを一生懸命やってるので、誹謗中傷みたいなやつはスタッフ外してくれっていうのをやってるけど、これも難しいじゃん。すごい難しいじゃん。で、AI に全部任せちゃえばいいかって、これは相当難しいのは、この番組に来るような、ネタは特に AI には面白い面白くないはもう全く判断できなくて9割型バリ雑言なんだけど最後の最後にそんな初夢って書かれちゃうともう初夢からっていうあんじゃん。でそうすると最後の大逆転で面白くなっちゃうやつとかもあるから、あ、その職業とかはそのネタを選ぶとかはもう誰にも変われないやつなのかなとかね。なる、嬉しいやな。これ、だから残念だけど、俺たちが楽になることはもうない。ね、楽になることはないというのは残念だけど、まあ、とりあえずは、機械にとって変わられないっていうことかな。いやーでもな、つまんない、
つまん、たまにホームランがあるラジオよりも、さっき言ったその、毒にも薬にもならないけれども、もう機械一回買ったアプリが全部作ってくれるようなラジオの方がお金がかからないってことになると、そっちが勝つ時代もなくはないから、ねー。さあ、曲の方を流していきたいと思います。ね、黒木渚で落雷。いやー、一応ツイッター、開けてます。また忘れちゃったよ。ハッシュタグ。人ボケするとこじゃん、今。いや、ハッシュタグはちゃんと忘れてんだけど、ちゃんと忘れてんだけども、今考えてたのは、廃墟の入り口のところ、もともと障子だったところが斜めになってるとこ、やつ見たやつ。わかんにくいな。ねえ、まあ、とりあえず、こういっぱい盛り上がってくれてるのはとてもありがたいですね。でもこれ見ちゃうとさ、この人にすごい返事しちゃうよね。で、この人に返事しちゃうとまた、その次のことをその人が書くようになっちゃうから大変だな。うん。暴れん坊将軍の再放送について反応してくれてる人がいてよかったよ。いつも、なんか、うちの、設定できるんだけど、その全録がメンテナンス時間を4時ちょうどにしてんのね。で、4時ちょうどにしてると、とりあえずそれまで全録プレイヤーで見てたやつがブツッと終わって、テケテーテッテッテッテって始まっちゃうから、なんとなく見ちゃうよね。でいて、マンネリの、こう、起承転結のやつって、点で止めらんないよね、なんかね。ちゃんとスッキリして終わろう、つって、暴れん坊将軍ばっかり見てる人が、どうやら俺だけではないということが確認できたのは良かったですね。あとは何ですかね。さっきこれを読もう、つって、右に置いたやつを見失う。ですね。別のラジオ番組に出演して気づいたことなどありますかが結構たくさん来てますね。まあ、日本放送やたら頻繁に行くんですよ。今週も行きました。今週も、集まる野球おじさんという企画でよかったわー。田尾康さんっていう僕らの若い頃のちょっとね、青春アイドルっぽい、野球選手ですごくクレバーで、ヒットもめちゃめちゃ打つ、人ですけど、それは僕らが憧れたから僕らより上なんで、55の僕に対して多分61にだと思うんだけど、まあ、いい感じでポンコツ具合が良くてね、外国人投手を一人、出さなきゃ、スタンリッジっていう外国人投手の名前をタオさん言わなきゃならないんだけど、ほら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 、こういう投げ方で、背が高くて、で、ラーメンが大好きでって出てくるんだけど、名前が出てこない感じがすごい、ラーメン好きな言葉ではむしろ知らねえよと思うんだけど、まあまあそんなんでやってまた日本放送行ってきたんですけど、やっぱなんか、そこにこうたまたま前の番組やってる人とか、後の番組やってる人とか、会議してる人とかいるけど、みんな知ってる人だね。要するに、得体の知れない喋り手がいないっていう。ね。だから、こいつ、なんだか喋り手みたいなのが得体知れないなと思った場合は、もうアドだね。そうなった場合、おそらくだから俺の知らないやつがアドなんだろうっていうことになりながら、まあその日はアドはいませんでしたけれども、なんかやっぱりなんか、あの頃、得体の知れ、僕の行った頃は時間帯にもよったけど、僕もそうだし、なんかこう売り込みに来てたりとか、ちょっとこうご機嫌伺いに来てるような、得体の知れないタレントがいっぱいいたんですよ。でいて、プロモーターみたい人も新人の歌手とか連れて、なんかこう、芸能人っぽい空気はまとってるけど、得体の知れない人ばっかり行ったり来たりしてたのが、なんか、その時間を任されているタレントだけが来て、で、その時間を任されているタレントは、ちゃんとみんな名前のある人みたいな、その感じはすごい、したかな。まあ一応この、質問メールまだギリギリ開けてますんで、baka@tbs.co.jp、baka@tbs.co.jp まで送ってください。新勝ち抜きカルタ合戦会。
番組オリジナルのカルタを作ろうという新勝ち抜きカルタ合戦会です。このコーナーは毎回2つのテーマのカルタが戦って、生放送で番組を聞いている皆さんからのメール投票で勝敗を決めます。で、対戦するのは前の週に勝ち抜いてきたカルタと、現在たくさんのテーマを同時に募集している予選ブロックの中で一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタです。勝つごとにあ行、か行、作業と進んで、負ければ予選ブロックに戻ります。和行を勝ち抜けばカルタは完成でゴールインです。同じ文字で3連敗してもテーマは消滅してしまいます。じゃあ baka@tbs.co.jp の質問は、これをまた勝敗の投票にも使うので、勝敗投票が始まるところまでで締め切りという。で、まあ読まれた人にはバカジカラカードを差し上げているので、まあよろしかったら質問を送ってくださいと。さあ、今週の対戦カードですが、まずは現在勝ち抜き中のこちらです。井上咲楽が虫食うみてえになかなか這い上がれない地下アイドルや崖っぷちアイドルたちがジャンプアップできるキャラを考えようというテーマの地下アイドル救済キャラトッピングカルタ。今週は家業です。対する予選ブロックから登場のカルタは、令和を生きる僕らには犬も歩けば棒に当たるとかよくわからないので、とりあえず犬か棒が出てくる、読み札のカルタを作ろうというテーマの令和犬棒カルタ。なんか面白いのが、こうその日に来たやつを夜のうちにこう選んでいかないとどんどん溜まっちゃうから、選んでると今日犬多いなみたいな、今日棒多いなみたいのが意外にこう偏るの笑っちゃいますけどね。あれもなんかあんだろうね。なんか棒の、まあ、今回あ行ですけど、棒のあがやたら多い時と、なんかこう犬の絵が多い時みたいのが結構違いましたけどね。さあ、それじゃあ、早速行きますかね。じゃあ、こちらが、地下アイドル救済、キャラ、トッピングカルタ。ペンネーム、くしろだんじ、か、カブス参加の 3A で、年間50ホームランの経歴があるが、正確に難があってメジャー契約には至らなかった過去がある。まあ呼ばれますけど、 3A で年間50本ホームラン打ってればアイドルもクソも、それは最近の話だったらプロ野球に多分呼ばれますけど、ね、でもこの成績でも一軍入ってない賞なんていう、そのあたりがちょっと気になりますけどね。ペンネーム桃農家か、髪をメジャーデビューするまで洗わない覚悟なんて汚ねえなお前。でもさ、おギャルをね、はるかクリスティーンにしろね、そのおギャルを売りにしようとする人がいるんなら、これもいていいよね。ちょっとボブマーリーっぽくなっちゃってる。大丈夫、ボブマーリーっぽくなってるけどっていう、それなんですか、ボブマーリーを尊敬してんですかって言ったら、いやいや、デビューするまで、洗わないんで、もう4年デビューできてないもんですからなんつって。あ、たまに声出ちゃう。ペンネームキリングガンスか、感情を入れた状態で我慢しながら1曲歌い切る。地下では売れる気がする。俺、地下では売れるよね、おそらくね。で、これ、浣腸液を、お腹の中に、直腸に満タンに入れた状態でってことだよね、これね。おそらくね。売れる気がする。まあ、売れる。悪い売れ方を。悪い。故郷から親とか来るよね、売れてきたらね。でいて、なんかこう、そのほら、自分の持ち歌だけでなかなかライブできないような地下アイドルもいるじゃん。ましてやこの状態の地下アイドルだから、それをオリジナル曲がないからっつって、その必ずその何子ちゃんが浣腸液を今楽屋で注入してまーすなんつって、でいて、もっともっともっとなんつってやってさ、でファンの人とかとみんなでやってさ、で戻ってくるじゃんか。戻ってくるとさ、このコーナーは必ず彼女が独唱で、懐かしのアイドルの歌とかをこう歌うって決まってるわけ。
で、行って、歌い出した時に、前奏で、てってれてれてってって、中森明菜のデザイアが流れてきた時に、ゲラゲラで大丈夫ってみんな、穏やかな歌だったら大丈夫だけど、あの量を入れてて、まっさかさまにのところとか大丈夫っていう。まあ売れるけどね。アイドルとして正しい売れ方ではないしね。親が泣くような売れ方してもね、ダメだからね。枕営業より悪いわ。ペンネームビールとラーメン。か、漢方薬にめちゃめちゃ詳しい。まあでも知識、でも昔、漢方薬局で働いてたからみたいなやつで、なんかちょっとその、さんま御殿出た時に最近眠れへんのやけど、みたいなのに対して、ゲゲカッコンタン三千頭ですね、みたいな。その、で、これをこういうのと混ぜるといいんですよ、みたいな。まあまあ、これもあってもいい。あってもいいけど、回数が少ないよね。で、わかんない。CM 契約とも早め、赤ひげ薬局あたりが。ね。そうですね。ペンネーム、ボブサップ。か、かがやのかやそっくりとして、アイドル鳥越の二番煎じを狙う。あー、そんなに似てるのかな。ね。あれ、あいつが作ってんだよな。あのメガネ。あのメガネが作ってんだよな。髪型の名前がついてるやつ。ね。角刈り、角刈り。パーマ大佐。パーマ大佐が作ってるらしいね。木。ビールとラーメン。木。キングクリムゾンの顔のやつのモノマネしか、モノマネしか潜在写真がないだって。鼻の穴 の奥まで見えるやつでしょ。で、あれ潜在写真なんだ。で、多分何か一発芸であれを持って、何歳なんだよ、こいつ。一発芸でキングクリムゾンのよく T シャツとかに使われているあのジャケットって言って鼻の穴をピロイで下、顔を上に上げるやつやってて、それしか潜在写真がないからね。元がわかんねえから。ペンネームランニング大好き。ひ、牛脂をリップクリーム代わりに使っている。節約術の一個みたいので言うならいいけど、それ一本では何にもなんないよ。ね。牛脂のいろんな使い方を持ってるか、節約術でそういうのの一個として牛脂をリップクリームが、お前今日それキラキラしてるけど、それ何やのかに対しての牛脂っていう。これいいんですよ、なんつって。ね。モアリップより牛脂つうか。モアリップ一本分で牛脂何個買えると思ってんですかっていうね。下手すりゃ優しいおじさんだとタダでくれますよ、みたいな。ペンネーム、ろくでなし。き、きつねダンス。きつねダンスのリズムに合わせて、後輩をボコる。あの、なんかさ、マイケル・ジャクソンのスリラーみたいな動きあんじゃん。ね。あれを切り返すときに必ず、頬を、あのバッチリ殴ってたりとか上手にいってんだろうねきっとね。いいね。キツネダンスのいじめね。キツネダンスの いじめを。ペンネームピッツァ坊や。キキミマロ節で、もうさ、アイドルの得意技がキミマロ節ってことはないよ。キミマロ節で、ね、ライブとかファンに向かって金づる金づる一つ飛ばして金づるっていう。全員嫌なの。金づるって言われてる人も、金なさそうだと思われてる人も嫌だから。金づる金づる一つ飛ばして金づる。ペンネーム釧路ダンディ。き、寄生獣がクリトリスと同化している。クリーでしょ、クリー。ねえねえ、右手に同化したから右だけど、クリトリスに同化したからクリーだからね。あいつの意志で、あいつの意志でね、あの、パクパク喋ったりとかするから、パクパクになっちゃう違う部位も入ってるわ。だから、びっくりするんだろうね。目だから、あそこに目がね、一個ついてるからね。ペンネーム、エル・ガネック。キ、ギレンザビの演説を完コピできる。いそうだな。なんか、ガンダムがすごい好きで、
いい感じじゃん。今さ、20代前半なんだけど、ファーストガンダムがすごい好きでは、結構ありだもんね。で、そうするとなんか、ライブの、1番と2番の感想のところで、君たちの愛してくれたガルマは死んだみたいな、あれをこう、もう全部フルでやれるみたいな。でいて、お客さん全員が、坊やだからさーっていう、あの、ゾーンとか。ね、売れるよ。これは売れる。ペンネームミミズグチグチ。工藤君康の生まれ変わり。生きてんだっつうの。全然生きてんだっつうの。余裕で生きてんだっつうの。ランニング大好き。Google で検索しても情報が何一つ出てこない。怖えわ。怖えな。もう今の時代、それは相当怖いよね。ペンネームピストルチョコ。くるみ2個を手の中で常に転がしながらギャングみたいに喋る。ずーっと鍛えてんだよね。今日はおめかししてどちらに行くんですか？カリ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 っていう。お嬢さんの入っている塾、相当評判なところですよね。ただ、遅くなることもあるんでしょう。っていうね。ペンネーム山頂。熊健吾の建物を破壊するのが趣味だった。キーをね、キーをいっぱい使ってるから、ペリ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 みたいなことを平気でしますからね。ペンネームソフィーと双子の姉妹。くんにジンクという自作の歌がある。相撲ジンクみたいなやつでしょ。ね。くんにくんにとバカにはするがみたいな。なんかそういうやつだよね。くんにしない子。虫ならコオロギみたいな。そういう、わかんないよ。相撲ジンクがよくわかんない。お相撲さんにはどこよて惚れたみたいな。稽古帰りの乱れが、どすこいどすこいみたいなところを、びちょびちょーびちょびちょーみたいな。なん、グループでやんのこれ。グループで次から次へ。君にあるあるみたいなやつをジンクでやる。うん。ペンネーム記事に間でシーン。ゲストのトークを途中で奪う品川からトークを奪い元のゲストに返す高等技術だよね。途中で取っちゃったやつやった上で、あ、そうそう、でもそもそもさつってこうやって戻すわけでしょ。売れるわそんな。めちゃめちゃ売れるわそんなやつ。ペンネーム豆腐小僧。研究所から脱出してきたという設定。設定はまあまあなんかね。でなんか良心回路みたいのまだ入れられてないからつい暴れちゃうみたいな、そういうやつね。ペンネームセミが鳴いとるんや。小手伸也に似てますねというツイートはすぐに通報してブロックする。でもなんかさ、そういう人もいるだろう。なんかさ、ブロックがすごい早いみたいなこととかが評判になることで、もうみんながその小手伸也って書いてくるみたいな、新しいアカウント、ステアカ作ってでもみんな小手伸也似てますねって書いてくるブームみたいなやつ、そんなんで売れて嬉しいのかどうかわかんないけど。しかもさ、ザキヤマに似てるでもないんだよね。小手伸也に似てるなんだよね。ペンネームスズムシ食べた子。ゴーレムの肩に乗ったアイドルと見せかけてゴーレムが本人。いいけどな、なんかさ、すごいさ、いかにも人気出そうな身長の小さい可愛らしいさ、精巧にできた女の子のそのぬいぐるみっていうか、そのね、モデル人形を肩に乗せてて腹話術的に喋ってんだけど、実はそのさ、ドスーンマンモスコング的な、マンモスコング的なやつの方がその子っていうのは売れるか。ねえ、そうですね。豆腐小僧。
古賀衆に抱かれたいと本気で思っている。ラスト、スズムシ食べた子、昆虫をすっごく嫌そうにしながら食べた後で、でも井上咲楽さんも頑張って食べてますからということで、井上咲楽が無理をして食べている印象を持たせる。なんなんだ、お前が売れることじゃないじゃん。井上咲楽が美味しい美味しいって言ってんのに、すぐ横で、うわーってやりながら、でもきっとこれやるとテレビのレギュラーもらえるしっていうことで、井上咲楽のイメージがすげー悪くなってくっていう。こんなところですかね。はい。さあ、対するはこちら。令和犬坊カルタ。Who let the dogs out? Who let the dogs out?たまにね、どこに棒が入ってるかよく分かんなかったりとかするんですけどね。ペンネーム桑畑理恵を、あ、アイドルの体重の表記として土佐犬4匹分ってどうなの。重いしね、だいたい異様に重いしね、怖えしね、うん、ペンネームガハラ軍曹、あのちゃん様、罵倒されながら棒で殴られたいとは言いませんから、せめて棒の方だけでもお願いできませんか。壁がね、壁、あのちゃんに罵倒されながら棒で殴られたいっていう。ペンネーム虹色ろうそく、あ、アイスの棒全部舐めて逃げろって書いてあって超怖え。アイス食ってこうやって開けたら当たりじゃないか、逃げろだから。あと助けてね、アイスの棒工場に誰かいるっていう、誰かが大変なこと、アイスの棒に焼き印を押すところに誰かが今助けを求めてるっていう。ペンネーム田中ふくろう、あられちゃんのコスプレすごくよくできてるね。メガネも帽子もうんちをツンツンする棒もクオリティやばいね。一つ来てんだけど、そのうんち人糞だよね。ペンネームヒメルテア、あ、相棒の右京さんの紅茶の入れ方をヒントに、飼い犬を2階から電柱に向かっておしっこさせるという技を、飼い犬2位かな、2階から電柱に向かっておしっこをさせるという技を身につけさせようとしましたが、うまくいかずに、我が家の玄関が糞尿まみれですわ。だってこれですわじゃねえ。ペンネームニトロ、あんたが大将のリズムに乗って、女王様にケツを棒で延々とリズムよくぶたれながら、はい、もっと強く、憎い男を思いながら、もっと強く叩きんしゃいと叫ぶ。武田鉄矢。何にでも武田鉄矢を入れていいわけじゃないからね。ペンネームたまず、あ、アマゾンで棒を購入したところ、他の方はこちらも、まあ、こちらも購入しています、の欄にボクシンググローブが表示されるようになったけど、みんななんで亀田式のトレーニングをやっているんだろう。え、この1メートルぐらいの棒をただ買っただけなのに、必ずみんな買ってんだっていう、他のお客さんが同時に何を買ってるのか、こちらも購入していますところに、そこに出るってことは相当量この組み合わせで買ってるよねっていう。ペンネームかわやかじ、あ、アメリカンピットブルをすべて選択してくださいという写真選択の中に、
トム・ブラウンの道をが紛れてて、つい押しちゃう。え、信号機とかバイクとか見たことあるけど、あの、ロボットかどうか試すやつでしょ？それがアメリカンピットブルをつって、ピットブル、ピットブル、道をピットブルチワワみたいのがあるから、そこ押しちゃうよね、それはね。うん、ペンネーム、北あかりの目覚め。あ、荒俣ひろしバーサス土佐犬。勝つのは荒俣の知力か、それとも土佐犬の暴力か。戦いの模様はアベマで独占配信。多分土佐犬が勝つと思うけどね。だってさ、その俺が想像してるとこだとさ、なんかあの格子がいっぱいついたさ、こう円形のリングみたいのじゃん。あそこじゃん。なんかもう荒俣ひろしの知力なんかどうすることもできないもんね。逃げるとこがないからね。元荒俣ひろしだったズタボロの何かがあるだけだよね、きっとね。これすげえなー、大自然守る。ああー、かわいいワンちゃんですね、撫でていいですかと言われたが、犬なんか連れてないし、俺幽霊だし。最後すごくない？最後すごくない？犬なんか連れてないし、まるでも結構すごいのにさ。最後すごいよね、やっぱりね。これは AI は選べないし、AI は書けないよね。ペンネーム、グラスマン、インテリジェンスボート名付けたところで、体罰は体罰なんで、これは証拠品として押収します。ペンネーム、ウルトラマンキーだったろう、生島ひろしです。ドーベルマンに喉をがっつり噛みつかれた時も、痛みが散るお湯と書いてあるんですよ。そう、3頭でいけます。がっつりいってます。がっつり食い込んで、そこだけを頼りにブラーンって2度ぐらいしてますよ。それも散ります。ちゃんと散るんならいいんですけど。ペンネーム、キジに間でシーマ、犬を連れたおじさんが家の前でそわそわしているのを監視カメラ越しに発見。あいつだな、いつも人んちの前に犬の糞置いてきやがって。怒鳴りつけてやるつもりで玄関を開けると、そこではおじさんが脱糞をしていましたとさ。ピストルチョコ、イチロー知ってるよ、棒振ってる人だろ。ペンネーム、豆腐小僧、犬になったら飼い主にしたくない芸能人ランキング第1位は森永卓郎さんです。なんか嫌な感じすんね。なんだろうね、俺が犬ならなんか嫌だな。森永卓郎さん嫌だな。あー、これ夜中選んでたんだよな、爆笑したんだよ。ただ今日を生きる、いかがわしい棒はいかがですか、奥さん。いかがわしい棒ですよ。いかがですか。俺これ水曜日にも読み方決めてさ。水曜日にこの読み方で読んでやろうと思ってさ。ペンネーム、トラウトマン、犬はゾンビになっても走れてずるい。あー、ほんとだ。なんでだろう、犬ダッシュで来るよね。なんでなんだろう、人間はウェーってなっちゃうのに。謎だ。何が謎だろう。ペンネーム、豆腐小僧、宇宙パワーシールを体中に貼ってるので、棒で叩かれようが大型犬に噛まれようがもう大丈夫なんです。だって ペンネーム、ただ今日生きる、うどんの生地を伸ばすときにも使うし、店の前で死んでいる鳩を端に寄せるときにも使う棒。ダメだよ、もうこの店。この店ダメだよって。あ、でもあの、麺の生地に直接、両サイドはつかないんで、大丈夫です。ちゃんとそれ分かってやってますから、ダメだよ。どういう風に考えたら考えつくのかな、ソフィーと双子の姉妹。うっかり八兵衛の頭に紙飛行機が乗ってると思い、棒でつついて落とそうとしたら目をついちゃいましたって書いてある。何この文章。
何この文章。あれ別に、紙飛行機でもないし、ね。何なのかは知らないけど、紙飛行機ではないから、それを棒でこうやってかさってやろうと思ったら、棒じゃ、目をどっと、あつ、いったーって、うっかり、お前が、逆に、なんだかな、おい。ペンネームさよならビコーマンアゲイン、えなりさん、どうやらこれは犬アレルギーではありませんよ。その工程が一回あったのね。ペンネーム無回転観覧車、FC 東京が発売した長友選手の写真をプリントした膨らませて叩く応援グッズ、その名もブラボーだった。うわあ、なんかブルッとくるぐらいあるかもしれないな、ベン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 っていうやつの、その名もブラボーですよ。ブラボーな時には叩くっていうやつですよ。あれですよ、かけてんですよ、ブラボーと、ブラボーのボーと棒をかけているっていう、長友選手がね。ペンネームたまず、遠距離恋愛の彼女と久しぶりに東京駅で待ち合わせしたら、豚の生首を先端に突き刺した棒を担いで、改札から元気に出てきたので、すぐに見て見ぬふりをして帰りました。デビルマンだよ、もう。デビルマン。ね。ペンネームジョーカーマーチ、A スタジオにゲストで来たムロツヨシに、びっくりしたで、飼い主のお尻に棒を入れるの、飼い犬のお尻に棒を入れるの好きなんやってという鶴瓶師匠と、なんで知ってるんすかと、言わないでという素振りも入れながら、まんざらではないエピソードですよの顔のムロだって。友達に聞いてきて取材してきちゃってるからね。びっくりしたで、飼い犬のお尻に棒を入れるの好きなんやって。でもそれはこっちも、もう、折り込み済みのやつだから。マネージャーチェックをした上で、でいてマネージャーからそれ出ると聞かされてますから。ね、ペンネーム、かわやかじ。音のソノリティ、今夜は、土佐犬の交尾の音です。バトン、バカン、バカン、バカン。バフンバフン。桑畑理恵を、小沢誠二の振ってる棒ってさ、あれ、多分食べ終わったフランクフルトの棒じゃね。虹色ろうそく、大きい犬にペロペロ、ペロペロ舐められているおばあちゃんが、少しずつ小さくなっていくような気がする。飴じゃねえからよ。飴でできてるおばあちゃんじゃないからよ。すんごい距離、下からベロンベロン舐められてるおばあちゃんが、あれ？これ目の錯覚かもわかんないけど、ちょっとずつ減ってるような気がするけど。ラスト。ペンネーム三丁。おむすびが転がって入っていった穴に棒をガシガシついたら、棒の先にたくさん血がついたので逃げた。何が言ったなんでそんなことすんだよ。悔しかったのかな、せっかく食べようと思ったおにぎりが、もうなくなっちゃったから悔しくて、なんかその、奥にいる何かに食われるのやで、へぇーへぇーってやったら、こうやってスッて入れたら、うわぁ、ああ、ごめんなさいっていう。ということで、いい勝負ですよ。両戦っていうかね、両ゲーム、好ゲームですね。リスナー投票で勝ち残るカルタを決めます。勝ったと思う方のカルタが地下アイドル救済キャラトッピングカルタなら、メールの件名にカタカナでアイドル。メールの件名に、カタカナで犬棒と書く方は、例は犬棒カルタの勝ったと思う人です。で、メールの本文の方に住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、これからかかる曲の間に送ってください。投票は1人1回で抽選で3名様にバカ力カードをプレゼントします。
プレゼントします。メールアドレスが baka@tbs.co.jp baka@tbs.co.jp なんで、このアドレスを投票に使うということは質問の方はこれで締め切りです。じゃあその歌です。歌はキリンジでネスリング受付開始。ツイッター見てると意外に通算と受けがいいなみたいな。あとこれもあの大きい犬に舐められたおばあちゃんもまあまあみんなの反応がいいですよね。確かにベロンベロンに舐められてるおばあちゃん、ちょっとさ首持ってかれるぐらい舐められてるおばあちゃんいるもんね。なんかそれ首根っこつかまれたような形になってるいるもんね。あ、でもなんかこういうの見れると、あ、こういう感じなんだってこう自分の印象とさ、違うのが受けてるのとかも面白いね。俺やっぱり犬に、自分が犬になったら飼われたくないの森永卓郎っていうのすごい好きだけどね。なんかいいところ人選してきたなぁと思って。さあ、ということで、令和犬坊勝ちました。家業に進みます。で、地下アイドル救済キャラトッピングカルタは予選ブロック戻ります。引き続きこちらも家業の募集になります。で、ここに、チャレンジしてくるのはこちら。魔法少女イジュピカちゃんカルタ。おてんばで泣き虫、いたずら大好きだけど魔法の国のプリンセス、魔法少女イジュピカちゃんのキラキラした日常が知れる女の子向けのとっても可愛いカルタを作ろうというテーマのカルタです。なんかそれこそその大岡さんのところ行って、まあ、それもあこんなソフトあるんですよって見せてもらったのが、なんか最近そのボイスチェンジャー系のソフトの画期的な革新があったらしくて、本当にその喋った声をそのままその女の子の声に変換してくれるんだけど、そのスピードとクオリティがすごくて、今まではいかにもボイスチェンジャーって声だったのが完璧だなっていう。俺イジュピカちゃんで VTuber デビューしようかなと思うぐらいの。さあ、イジュピカちゃん、次は作業ですよね。ペンネームウルトラマンキダ太郎、例題ですし、しがらき焼きのタヌキのふぐり部分だけ実物に変えちゃうピカの巻っていう。シワシワのね、ねえ、シワシワのやつね。ペンネーム。ペンネームボブサップ、杉作 J 太郎と吉田豪がロフトプラスワンでイベントを開催する日は魔法少女活動を休みにする。行かないとっていう。他のテレビなんては撮っとき後で見れるんだって、ネットとかそうだっつって。だけど杉作 J 太郎さんと吉田豪さんのイベントはちゃんと生で見たい、ちゃんと生で見たいんだよって、息遣いまで聞きたいんだっつってね。ということでね、令和犬坊カルタ家業 VS 魔法少女イジュピカちゃんカルタ作業の戦いです。あと何分、2分ぐらい。ラジオネーム、ワルキューレ、週末何してましたか。土曜日はラグ代わりに使ってたでかい布があるんだけど、その布がもう汚くなったから捨てようと思ったんだけど、ラグとかカーペットは粗大ゴミだけど、ラグ代わりに使ってた布だからどっちだろうと思った結果、畳4畳分ぐらいの布なんですけども、それを30センチ四方の布に切るっていう仕事を3時間ぐらいしてて、手の腱が痛くなって、で途中で気分がすごく悪くなってきて、何をしてるんだ俺はっていう。金曜日は調味料を入れる木の棚がいらなくなったんだけど、中ぐらいの大きさなんで粗大ゴミかどうかわからないんで、電ノコで15センチ四方の板に切るっていう仕事をしてました。業務をしてましたね。あと、ペンネーム、ペンネームなし、面白い漫画教えて。これ面白い漫画なし、ここから長くなるわ。俺、その大岡さんに聞いた漫画があって、これ多分、尊敬している大岡さんが教えてくれなかったら、よくわかんないってやめちゃったかもしれないんだけど、2巻まで出てんのね。で、説明のしようがないんだ、この漫画。タイトルが、言葉の獣っていうタイトルで、これなんて読むんだろう、クジラに庭って書いて2文字で、著者名。で、なんか謎の漫画なんだよ。ラジオでは絶対表現のできない漫画
で、言葉をすごく大事にしている少年とヒロインは言葉を聞くと共感覚で、その言葉の意味が動物に見えるっていう二人の話なのね。もうわかんないでしょ。これ俺の説明力のせいじゃないよ。だけどこの漫画をラジオ聞いてる人が読む意味があるのは、ラジオじゃ絶対説明できないからで、あの、めちゃめちゃ今ハマってます。ただ訳はわかんないと思うけど、終わっちゃいやす。